Hey guys, I'm Jin. どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい。ということで、今回はですね、グッドメンウェアさんの下着を紹介しようかなと思います。これは、あのね、もう前に、だいぶ前に買ってたもので、新しく買ったから紹介しようっていう、まあ、感じでもないんですけど、なんかちょっとセクシーなものもね、しばらく紹介してなかったんで、こういうのも久々にお見せした方がいいかなと思って、はい。今日はこれを履いてみようと思います。これがね、なんかね、ちょっと特殊な素材で、あれもまあナイロンとポリウレタンっていう、まあ素材は普通なんか、なんですけど、なんかあんま別に光沢感もなくて、なんですけど、なんか、ガーゼみたいなちょっと質感なのかな、なんて言ったらいいかな、まあ、ストッキング、とガーゼ、なんて表現したらいいかちょっと難しい素材なんですけど、なんかすごくね、なんか独特の素材で、めっちゃ気持ちいいんですけど、伸縮性もすごくあって。なんかね、普通の、よくある化学繊維の、なんかテカテカしたナイロンみたいな感じとはちょっとね、違う感じなんですよね。で、こう、ゴムバンドがね、結構広めにできてて、そこもね、なんかちょっと、そこら辺のビキニとはちょっと違うデザインかなって思いますね。はい。で、これすっごいね、ここ浅く感じるじゃないですか。なんですけど、これ履いてみるとね、全然そんなことなくて、結構綺麗にフィットしてくれる形になっております。まあ、伸縮性があるんでね。はい。じゃあもう早速これ履いてみましょうか。じゃあ履きまーす。せーの。はい、こんな感じでーす。ちょっとこれ今、位置が良くないな。ちょっと上に。はい。なんか、久々に履いてみたら、こんな透けてたっけって感じですね。ちょっとこれはね、修正入れないといけない感じですね。久々に修正を入れようと思います。めちゃくちゃエロいっすよね。そうで、こんな感じでね、履いてみると、意外と、なんかこう、ちゃんとしたね、スポーツブリーフの形になるんですよね。はい。まあ、ということで、ババッと履いていきました。これも大丈夫かな？なんかもうね、カメラで見てるのと、これね、またね、パソコンで編集したら、その、透け具合とかがね、ちょっと変わってくるんですよね、見た目が。まあ、ディスプレイが今ちっちゃくて、あんまり、どんなもんなんかが見えてないんで、まあ、多分、ガンガン透けてるんかなっていう感じですね。ちょっと修正をしっかり入れたいと思います。はい。ということで本日は、グッドメンウェアのビキニを紹介させていただきました。では Thank you for watching my video、 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye.